杉並区の小学校で、今年2月と3月に相次いで児童の水筒に異物が混入されたとみられる問題で、4月にも区立の学校で同じような問題が起きていたことが分かりました。杉並区によりますと、今年4月、杉並区立の学校で子どもの水筒に異物が混入されたとみられる問題があったことが分かりました。 子供に健康被害は確認されていません。区は、保護者の意向を尊重するとして、今回の問題が起きた学校を明らかにしないとしています。杉並区では、今年2月に杉並大工小学校で、児童が学校から持ち帰った水筒に塩素系とみられる液体が混入されていたほか、3月には桃井第4小学校でも、 児童の水筒に異物が混入されたとみられています。区によりますと、3件すべての問題で警視庁に相談をしているということです。杉並区は再発防止の対策として、各学校に対し、 人がいない教室や鍵がかからない教室に水筒を置かないよう周知したほか先月までにすべての小中学校などで見回りを行い水筒の管理状況を調査したということです。